お疲れ様。最近メッセージの返事遅いけど疲れてるのかな忙しい時期だし仕方ないよね。体調優先で余裕があるときに連絡してね。私はずっと待ってるから。ところで、スタンプ送っても既読がつかないのはなんで 前は送るたびにすぐチェックしてくれてたよね。ねえなんで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 ,なんであそっか部署変わったんだもんね。ひょっとして新しい部署でいい人でも見つけたそういえば。 今度の上司さん結構顔良かったよね。色目使われてぐらついちゃったりしちゃったうん。大丈夫。私は平気だよ。見た目がいいと心を揺れちゃう時もあるよね。わかるよ。私の心が揺れたりはしないけど、普通の人は 心が揺れる時があるらしいし。私はまだ、君の特別になりきれてなかったってことだよね。<laughs> うん、わかった。これから、私が君の目を覚まさせてあげるね。大丈夫。君は悪くない。悪いのは、あいつだよね。 君が自分を責めることもないように、しっかりと暴いて、晒して、社会的に生きられなくしておくから。自分を責めないでね。それじゃあ、私はこれから、あいつを始末しに行くから。落ち着いたら、また、連絡ちょうだい。いつだって、 どこにいたって、迎えに行くから。